こちら、ウマプリンスマスター。いやいやいや、すげえビジネス始めたよ。名付けて、牧場水フィートイケメンホースってどうかしら。フィーバー。フィーバー。やだー。ウマプリンマスター。やだー。動きがすげえやだ。このゲームの目的、ちょっともう分からなくなった。私もね、ちょっとよく分かんない。トレッドミル。トレッドミル。昨日の出来事に私はまだ理解が追いついていなかった。頭の中で一番残っているのは整ったイケメンの顔。顔しか覚えてないんかい。顔しか覚えなくて大丈夫。あの馬に私は惚れてしまったのかしら。染色体は32体64本で人の23体46本とは違うのよ。すごいところから納得させようとしてるよね、彼のパトロンになってしまったという不都合な事実だけはどうすることもできなかった。てか馬主って何よ。なんであんな奇想天外、摩訶不思議な馬に金を払わないといけないのよ。早くこの話はなかったことにしないと。お、また会えたね。今日は馬主の話を。相変わらずのイケメン。このイケメンを目の前にすると事態なんて言えない。仕事できたのよ。そうよ、ビジネスよ、ビジネス。ビジネス、何のビジネス？それは、この牧場の新鮮な空気を水に溶け込ませて売るのよ。すげえビジネス始めたよ。名付けて、牧場水フィートイケメンホースってどうかしら。健康的な雰囲気で売ればいいわ。このゲームの目的、ちょっともう分からなくなった。私もね、ちょっとよく分かんない。ビジネスのことは分からないけど頑張りなよ。ありがとう。で、なんで馬主を辞退することが言えないの私。あ、おじさん。そうだ、トレーニングを見ていくといいべ。なんかしてるんですか。何言ってるだか。レースに向けてのトレーニングだべ。ああ、昨日そんなこと言ってましたね。とりあえず今日くらいは馬主として見届けてあげましょう。チュートリアルだね、多分今まだ。金の人参を与えるとフィーバーが発生するべ。金の人参食べるの。体に悪そうだね。よし、いけ。フィーバー。フィーバー。これ何。座って座って。あ、全部トレッドミル。キモい。見て、こう反り具合。気持ち悪い。見た、この反り具合。やだ。トーク。犬派、猫派。ここはまあ馬でしょ。馬でしょ。話聞いてる。違った。騙された。そうきたか。マイナス。馬に騙された。大丈夫、動画を見れば時のせいが時間を戻してくれるよ。時間を戻して失敗をなかったことに。なるほど。いい声、いい声。これ有名声優。これいいね。こっちやりたいな。あとでインストールするわ。よく聞いた。犬派、猫派。馬じゃないということは分かった。犬かな。馬だし。だって牧場って犬いるイメージあるじゃん。でも犬を使って、うん、その牧場を体系っていうか。猫でしょ。にゃんにゃんって可愛いよな。エクセレント。ほほー。え、マスターじゃん。マスターって。ウマプリマスターじゃん。あの、ウマプリマスターになりたくない。いやだー。ウマプリマスター。いやだー。動きがすげーやだ。どこで買ってるの。深夜の通販番組だべ。あれを買ってた人がいるのね。よし。好きな馬の毛色とかあるか。あー、ゆうとくんはこの C だよね。でも王子様だから白馬かな。 A にしようか。王子様だからね。なら白馬の王子になってお前を迎えに行ってやるよ、なんてな。マスター、馬プリマスター。ミサトは馬プリマスター。いやいや、馬マスター。やだ、嬉しくない。よし、一緒にトレーニングしてみるか。かかってこい。応援がしたい。そうね、やってみようかな。ごめんよ。 C じゃないのはわかる。やってみようかなって言って、お前にはやれねえよって言われるパターンも考えられる。私だったら A かな。でも一緒にやる気持ちがあるから。じゃあ B にしようか。 B にしようか。あ、ごめん。こうレオの気分がない。ほらほらほら。でもなんだ。ほら、絶対ごめんよって。あ、しまった。よし、時間を戻そう。戻す。見て、馬だから競馬の CM 入れてきたよ。やったことある？ない。このゲームやってからもうやりたくなった？なんない。ないな。よし、じゃあ応援がしたいだ多分。あー、グッドかな。エクセレント。ほら来た。すげえな。すげえ。じゃあストーリーを見るためにやるんだ。そう。そうじゃない。やり続けたら本当のプリンス様になるかな。そんな展開。そんな展開ないか。でもなんかそこまでやり続けられる精神力が私にあるかな。頭が狂いそうだよ。おお、触れるんだ。磨けるよ、こう馬の毛並みを。喜んでるかな。誰にしようかな。しかもほら SSR 確定ガチャやってるよ。じゃあ最後のトーク。トーク絶対勝つ。馬主ちゃんといるとなんか落ち着くな。ありがとうは多分グッドだと思うんだよね。落ち着いてないで特訓しなさい。こいつのキャラ的に C な気がするな。 A は無難だと思う。 C でしょ。
そうだな、怠けてないで得なグッとか違うのがじゃあよく言われるか。どうしようかな、展開をちょっと見守ってみたいと思います。じゃあ私が頑張って精神を鍛えて、普通の精神でやったら頭パーンってなるよ。これどうなんだ、これどうなるんだろう最終的に。この前のアルパカゲームはいろんな頭が出てくる、うん、足が増えるとか。ただのホラーゲームじゃん。でも流行ってたんじゃない。じゃあ人間プリンスになったら教えて。馬主ちょっと続けて、私の精神が持つ限り続けてみよう。じゃあ、はい、私は日本語ゲーマーでした。こちら馬マスター、馬プリンスマスター。いや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 今日から馬主になります。はい。See you。 バイバイ。キラーキラー、やだーやだー、なんだそれ。ドド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